というわけで今回はね、日清の出前一丁というね、出前一丁ってやつですね。60周年を迎えたんですね。で、その出前一丁の、鳩川セットのね、トミカがありますけど、まあこれで出前一丁が同じものをちょっと買ってみたね。買ってみたっていうか、その同じラーメンを食べてみたいと思います。ではね、いただきたいと思いますね。うん。なかなか、麺もね、細麺で、まあ昔からのね、味わいでなかなか美味しいですね。で、ラーメンの汁も、ラー油の効いたね、まあさっぱりとした、醤油ラーメンでなかなかいける味わいかなと思いますね。あとはまあチャーシューを買ったりね、具材を買ったり、ニラとかネギをね買って入れてみたんですけども、まあなかなか、ニラネギ、あともやしですね、でそこに卵を乗せたんですが、まあなかなかいい味わいですね。この五番の油のね、香りと、コク、そして、このスープの香りと、さっぱりとした味わいが、なかなかいいんですよね。で、麺も、細くて、まあ非常にね、美味しい味わいだなというふうに思いますし、さっぱりとしてね、非常に醤油の味とベースが効いていて、なかなかいいなと思いましたね。というわけでどうもありがとうございました。